アキラいです。えー、今日はね、ディーガーのレコーダーのハードディスク交換。ハードディスク、<laughs> ピント合ってないんだけど、えー、BRW の510っていう機種です。えー、見えるかな ?510 っていう機種ね。あの、パナソニックのやつですけど、まあ、これの、ハードディスク交換。ハードディスク交換を試みたドタンバターをちょっとご覧いただこうと。そういう思考になっております。で、 えー、これね、分解は、あ割と簡単です。ネジをね、一、え、二、ー、1、2、3、4、5本。5本のネジを外して、上,上蓋を外して、えー、バックパネルを外して、ここでね、ここで衝撃的なんですよ。こ,これでね、えー、蓋、裏蓋を開けて、なんだこれや、と <laughs> 思ってパッて見て、ええええええ,え,えってあのええ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 え でね、あの、BRW500 っていう、これのマイナーチェンジ前というか、この 1, 1世代前のモデルっていうのが、まあ、これと見た目全く同じで、えー、ここにね、3.5インチの500ギガのハードディスクが入ってたんです。で、それのね、分解については、ネットとかね、えー、YouTube にも動画上がってたのかな。まあ、分解の動画が上があってて、それと同じことを私もやろうと思ったの。 で、510って500の、あの、マイナーチェンジバージョンだから、まあ、ここにね、ハードディスク AVO って書いてます。WDAV って書いてます。だからこれ AV コマンド対応の、ウェスタンデジタルの2.5インチのハードディスクだと思うんですけど、<laughs> これ3.5インチがここに入ってる。つまり、えー、BRW500 と同じと思ってたんですよ。で、まあ、後ろのね、えー、あの辺の,あの接続部分なんかは、まあ、おそらく500と同じじゃないかなと。 感じて、まあ、全体の筐体のね、あの、様子もね、こう前のモデルと、ま、ほぼ一緒だったんですよ。で、で、買ったのはね、えー、東芝の、まあ、今ね、だから、500ギガで3.5インチで、えー、AV コマンド対応って言うとね、これぐらいしか手に入らないんですよ。えー、7000円弱かなまあ、6000、 6500円ぐらいだ。まあ、それで、で、一応、まあ、ここ、サイズ的に、こう、位置を合わせてみたら、まあ、入りそうだということで、まあ、とりあえず3.5インチで、えー、やってみるか、ということで、えー、まあ、やるのは、2.5インチのハードディスクを外して、えー、3.5インチの方にそっくりコピーと。だから、あの、ロジテックのデプリケーターで、えー、こっちからこっちでコピーしようと。いうことを試みます。 でね、あの、まあ、もともと設計上もあれ3.5インチの設計なんでしょうね。だから2.5インチをあそこに収めるからスペースができちゃうんで、ああいうパーツでスペースを埋めるというかね、ガタガタしないように、えー、いうふうになってるんでしょうね。で、まあ、このデュプリケーターにセットして、え、コピーをします。で、まあ、これ電源を入れて、しばらく待って、で、ボタンを2回押すんです。長押しして、 次に短く押すと、ーデュプリケートが、A から B へのデュプリケートが始まると。長押ししてもう一回押すと、なんかね、DJI の、<laughs> DJI のの、ドローのスイッチみたいですよね。えーまあ、よまあ、そういう話はさっておき。で、この後、飯食いに行っちゃったんでね、飯食いに行って、まあ、お昼を食べに行って帰ってきたら、終わってました。あまあ、どれくらいの時間がかかったかちょっとよくわかんないんですけど。 で、えー、コピーが終わったんで、えー、収めました。そうするとね、まあまあまあ、あの、スペーサーの部品は余ったんですけど、綺麗に収まったんですよ。これ、だからパッと見この、これだけ見るとね、もうあの、前のモデル、BRW500 にそっくりです。まあ綺麗に収まったから、まあやれやれこれでいけるかなと思ったら、ちょっと甘かったですね。で、これで、えー、見てみたら、あこれね、えー、とりあえずまあ、 まあ、ハードディスクを取り替えたら、まあ、まずフォーマットをしろという情報がネットなんか出てたんで、まあ、とりあえず HDD 設定っていう、HDD 管理というのに入ろうとするんですけど、入れないんですよ。で、3.5インチのハードディスク触ってみてもね、どうもね、動いてない。だから、2.5インチ対応になって設計が変わったおで、あの、ほら、えー、ハードディスクのね、えー、ランプが点滅してるだけです。どうも回ってない。 で、まあ、しょうがないから、あー元の2.5インチに戻したら、普通に、えー、元に戻りました。で、一回でも、このハードディスクを外すと、再び使うときは、なんか、フォーマットしないと使えないっていうような、あ情報も出てるんですけど、まあ、そんなことはなかったですね。だから、外したやつを、普通に戻したら普通に戻りました。だから、これで、ね、HDD フォーマットっていうのをしなくても、 まあだからまあまあこれ確認したのはその HDD フォーマットっていう画面に入れるよっていうのは今ちょっと確認したんですけど、そうじゃなくて、それ以外のデータっていうのはそっくりそのまんま、その外す前の状態で残ってて、まあ普通に、え使いました。それでね、この時にふと思い出したんですよ。2.5インチの500ギガのハードディスクって俺持ってるなと思って、ガサゴソガサゴソね、あの、探したらあった <laughs>。その昔ね、 えー、ノートパソコンに入ってて、で、すぐ外して、まぁ、あ、SSD に交換したんでねで、すぐ外して放置してたね、シーゲートの500ギガのハードディスクがあったんで、それ引っ張り出してきて、まあとりあえず、まあ、複製したと、デプリケートした。で、このシーゲートのディスクが AV コマンド対応かどうかっていうのは全くわかんなかったんだけど、まあとりあえず、まあ、ちょっとやるだけやってみようと思って、つけて、いや、つけたら普通に使えた。 えー、だからコピーして、その元々のハードディスクに入ってた、こう、録画の記録なんかも、もうすべて、え戻ったんですよ。で、えー、この後、で、まあ録画予約して、で、えー、あ、で、まあ一応この、おーハードディスクのメンテナンス画面に入れるかなと思って見てみたら、えー、これでね、HDD の、で、えー、設定ってやったら、3.5インチの時は入れなかったんです。 で、このシえシー、C、ゲートの2.5インチだったら入れたんですね。入れたんです。だ、これもこれで OK だろうと思って、で、えー、まあ全部組み,組み直し、組み直しじゃない、組み戻して、えー、これね、今、鉄腕出しっていうやつちょっと出てたけど、この後ね、1滴の予約を入れて、で、ちゃんと1滴の予約がちゃんと通って、えー、録画がうまく、うまくじゃないけど、ちゃんと録画できてました。 ってことで、まあ、これでいけんじゃないかなと思います。まあ、これ、わかんないですけどね。ちょっと長期使ってみないとわからないです。まあ、とりあえずはいけたという、BRW510 のハードディスク交換のドタバタの模様をお届けしました。明らかでした。